はい、皆さん、こんにちは。レクセン,ン講師の森山です。 で今回は初めて司法書試験を受験する方に向けてどのように受験申請をすればいいのか試験会場はどういうところにあるのかこんなことについてこれから受験をすることについての注意点これをお話をしていきますこれから受験申請をするあるいは司法書試験を受けることについて参考にしていただければというふうに思いますでまず皆さんにやってほしいことは今画面に出ている令和5年度司法書試験の受験案内書これを入手することですねでこの入手したいて いただくとまあ、ここに受験申請書が付いてますからあその申請書を出すことによって受験をすることができますでそのあたりも含めてお話をしていきますでこちらの令和5年度少々試験の受験案内書というふうに書いてありますさあこちらですねどこで入手することができるのかということなんですがこちらえちょっと画面の方をですね移動させていきますけれども え、こちら、受験申請書、一式の交付窓口ということで、全国の法務局、地方法務局の総務課というふうに書いてありますから、ま、そこに、ま、法務局の方に、もう行っていただいて、で、これを式いただくと、え、ここに今画面に出ている受験案内書と、それから申請書、え、これを入手することができます。これは、んー、郵送でも申請することができますから、ま、郵送で申請する場合には、 申請司法書士請求といった形でここに記載されているようなやり方で申請してもらうといった形になっております。でこちら全国の法務局地方法務局の窓口でも受け取ることができますがレック各本校の受付窓口各校舎の方でも 受け取ることができますから、ぜひ、レックの方にも足を運んでいただければと思います。レックの方でも一括して入手しておりますから、レックの窓口の方で受けることもできますので、もしに来た時とか、東礼に来た時とか、レックに来たついでにですね、ぜひ手に入れていただければというふうに思います。では、ちょっとこの受験案内書を一緒に見ながら、これからの注意点いうことについてお話をしていきます。まず、試験日なんですが、皆さんが受験する筆記試験の受験日、これが 令和5年7月,7月2日といったえでこちらの受験案内で発表されました、まあ、これはまあ予想通りだと思いますが、まあ、例年7月の第1日曜日に試験が行われる筆記試験が行われることになりますが、まあ、今年も7月の第1日曜日である7月2日これが試験日ということになっております。でその前に受験の申請がありますが。 これが5月8日から5月19日までということになります。この7月2日の試験を受験するためには、5月の8日、ゴールデンウィークが終わったあたりですね、こちらのところで受験申請をしなければいけません。で、5月19日までに法務局の方に受験申請をしていく形になりますが、郵送であれば、 令和5年の5月19日の金曜までの決心があるもので OK ですが、ただ遅れると受験することができませんから、郵送で申請する方も必ず期日に気をつけていただければと思います。で、こちらをどこに出せばいいのか、 ということになりますが、全国どこの法務局でもいいというわけではありません。先ほど、この受験申請書の、えー、入手については、全国どこの法務局に行っても入手することはできるはずなんですが、試験を実施する法務局は、全国で15カ所です。ですから、えー、こちらに記載がされている、東京、横浜、埼玉、千葉、静岡、大阪、京都、神戸、名古屋、広島、福岡、那覇、 仙台札幌高松といった形になりますからもう全国どこの都道府県でも試験が行われるわけではなく15箇所の法務局が試験を実施すする形になりますですから例えばですね九州の方であれば九州内の試験会場というのが福岡と那覇だけですから、まあ、その近くのですね受験会場に足を運ばなければいけないといった形になります。 ちょっと近くに受験会場がないという方は、例えば泊まりなんかも含めて検討しなければいけません。で、これは全国どこでも受験することができますから、例えば、えー、九州の方が東京で受験するとか、あるいは、えー、まあ、例えば四国に行くのであれば高松で受験するだとか、こういうふうに別にどこで受験することも構いませんので、えー、受験申請するときに、 決めていただいて、じゃあ東京で受けようって方であれば、東京の方に申請をしていくという形になります。受験するときには、その受験する会場を決めて、そこの法務局の方に申請していく。ですからあ、横浜の会場で受験するならば、横浜の法務局の方に申請していかなければいけませんので、え受験申請をするときには気をつけていただければというふうに思います。で、これらの15カ所で試験が行われますが、実際の試験会場はどこで行われるのか、 ということもお話をしていきますけれども画面に出しましたご覧の通りですまずちょっと紹介していきますが東京の方では早稲田大学の早稲田キャンパスですねで、横浜で受験する方は慶応義塾大学日吉キャンパス第4校舎独立館といった形になりますで、埼玉であれば独協大学ですね で先ほどお話した通り例えば埼玉の方が埼玉でで受験しななけけければいけないわけではありません埼玉の方で例えば独協大学の方に行きづらいよ埼玉はこ横に移動しづらいですから東京の方が近いって方は早稲田大学に行ってもいいしあるいは、えー、慶応とかあるいは千葉であれば千葉工業大学津田浦キャンパスの方に行くということもできます。 全国どこで、この15箇所であれば受験することもできますから、その埼玉に住んでいる方が埼玉で受験する必要はないということですね。ただその時には受験する法務局の方に申請していかないといけないということは形になります。では話を続けますが、千葉は千葉工業大学津田沼キャンパス。で次こちらです。静岡。こちらがホテルグランヒルズ静岡5階センチュリールーム。大阪。こちらは未定で。で、京都が 立命館大学、絹笠キャンパス。で、それから高松が香川大学、福岡が、こちら、会場が2つあります。ただ、こちらは選べません。例えば、福岡で受験するという方は、早く申請して、受験番号が1200番までの方は、もう、西南大学、西南学院大学になりますし、第2会場、1201番以降の受験番号になった方は、リファレンス、 駅東ビルという形になります。ですからこれはいつ申請するのか、5月8日から5月19日まで受験申請を受け付けておりますが、早く受験申請すると第1会場、遅く受験申請すると第2会場という形になりますから、どっちで受験するのか、といった形で自分で選べるわけではなく、申請時期で決まる。ですから第2会場がいいよなんて方は、ちょっと受験申請を遅めに申請していくということが求められるといった形になります。 ただ遅く受験申請するというとなかなか勉強に集中できなかったりそろそろ受験会場が切り替わるかなというふうに気をもんだりしますからどちらでもいいよって方は早めに受験申請した方がいいかもしれませんでは那覇ですこちらが沖縄県青年会館といった形になりますまあ、このような会場で受験をすることができますから受験会場を見ていただいてそこで受験しようということでそこの法務局の方に申請していただくという形になります でまだここに載ってないものがあります今えこれお話をしている段階が4月1日ですが今日発表された分だけ掲載しておりますまだ載ってないものについては法務局の方で発表しておりません未定の会場ですですから全国の例えば名古屋であれば名古屋の法務局のホームページこちらで確認することができます決まり次第エレックでも情報提供していくつもりではありますが まだ決まってない会場であれば法務局のホームページの方でぜひアクセスしていただいて、えーまあ、確認をしていただければというふうに思いますでは、えー、ちょっと話を戻しますが、まあ、このような形で受験申請をして形になりますでこの受験申請にあたっては受験申請書こちらを提出する必要がありますので、えー、忘れずに提出をするようにしていただければと思います で、その手続きについては、こちらですね、画面にも出ておりますが、申請書を作って、手数料、これが収入意思で8000円貼り付けてもらって、写真を貼り付ける形になります。で、この写真も撮らなければいけませんが、縦4センチ、4.5センチかける横3.5センチのパスポートサイズといった形になります。で、これは、 去年からサイズが変更されております去年は 5cm×5cm ということでかなりこう入手しづらいような撮影しづらいようなそのような写真のサイズだったわけですが今年から 4.5cm×3.5cm といった一般的な証明写真パスポートがに貼り付けるようなサイズになっておりますからまあちょっと写真が撮りやすいかなというふうに思います。まあ、このような形で申請ををししてくださいで先ほど話した通り受験地を 決めていただいてその受験しようとする法務局の方に提出をしていただくとおいった形になりますで、こちらの受験地提出した後は変更できませんからやっぱり東京ではなくて横浜の方が近いやという風に変更することは原則としてできませんこちら書いてありますねただ例外が一つありますこちらまたも後で,後でお話をしますが 例外がありますので、えー、ある特定の例外除いては受験地の変更ができないよってことになりますので注意をしてくださいでは次にですね本試験を受験する時の注意点についていくつかお話をしていきたいと思いますただまあ一つ皆さんにお話を先にしておきたいのがこの受験案内というのが皆さんがこれから受験をする時の公式ルールブックです ですから先ほど入手していただきたいとお話をしましたが入手ししたら必ず丁寧に目を通してください特に初めて受験する方は初めてそういう注意事項を見ました模擬テストの段階でも気をつけていませんでしたということが載ってるはずですよね。ですから必ず自分でしっかり目を通していただいて間違いがないようにしていただけると思います。例えば後でお話をしますがマーークシートに塗るものは 鉛筆と書いてあります普段、シャーペンでやってましたという方は、鉛筆しか認められませんので気をつけておいてください。実際の受験会場では、シャーペンを使っていても、その受験室では怒られませんでしたという会場もあるし、で部屋によっては試験監督が目ざとく見つけて、あなた鉛筆ゃないじゃないですかっていうふうに注意した例も聞いております。ですから、ルールブック上、鉛筆としか書いておりませんので、シャーペンではなく、鉛筆を使わなければいけない。そこは注意をしておきましょう。まあそういう形で、 注意事項、たくさん書いてあります。必ず目を通しておいてください。で、今回は、えー、皆さんが必ず注意しなければいけない注意点、これをお話をしていきたいと思います。ちょっと画面の方を見ていただけると思いますが、試験時間については、午前が9時半から11時半まで、 午後が1時から4時までといった形になっていてこれが皆さんがレックなんかでも受験する公開模試と同一の時刻で行われていますまあ逆に言うと本試験がその時間で行われてますから公開模試を皆さんが予行練習できるようにその時間に設定してレックの方で運営しているといった形にはなるわけですがまあこんな形でまあ公開模試と同じように試験が設定されております。それれはいいいとしてても気をつけけけおかなければいけなばのが こちらなんです指定時刻こちらが本試験では設定されておりますこの指定時刻というのが何かというとここですね前期の指定時刻までに試験室に出頭していない場合は受験することができませんですから試験が午前であれば9時半午後であれば1時から開始されますけど9時半1時に教室に 入ろうと思っても受験できないんですよ。午前は9時15分。で、午後は、まあ、お昼の休憩があって、0時45分までに試験室に戻っていなければ受験できませんので気をつけておいてください。開始時刻ではなく、指定時刻に教室にいないといけないよってことをしっかりと注意をしておいていただければというふうに思います。だから普段の模擬テストでも、それはしっかり注意をしておいた方がいいですね。9時半に入る。 のと9時15分に入るのでは例えばまあトイレに行きたくなる時刻なんかも含めて違ってくる可能性がありますから普段の模擬テストなんかでもしっかりそのあたりは練習をしておいてくださいで、あとはちょっとまた形式なところに話を戻していきますが合格発表が7月に受験した後に10月10日の方に行われます午後4時に行われます で、その後、10月23日に口述試験があって、で、最終的な合格発表が11月10日といった形になっています。まあ、日程の方の確認はしておいてください。では、その次ですね。今度は実際の受験にあたっての注意点。まあ、初めての受験ということであれば、いろいろ気を使うところがあると思いますから、そのあたりについてお話をしていきたいというふうに思います。で、まず、こちらなんですが、 視覚障害、聴覚障害など、著しい障害等のある方が受験される場合についての措置について書いてありますで。こちらはホームページの方にも書いてあります。こちら参考にしておいてください。医師の診断書を添えて申し出をしておくことによって、あの、まあ、いろんな措置をですね、講じてくれるということですので、参考にしてください。では、受験案内の方に戻りますが、筆記試験の内容。 これは皆さんが持ちテストで受けるような科目が午前と午後で出題されますので問題ないかと思います。でその後配点等についても問題ないかと思います。で携帯品です。こちら見てください。機器用具で鉛筆黒インクの万年筆ボールペンインクが消せるものは不可ですからこの鉛筆で択一問題を回答してそれからあ万年筆ボールペンで 記述式の問題を回答することになりますがインクが消せるものについては使えませんで、実際にこれ採点されないことになっていますで、この回答を採点するときにコピーを取って採点するようですからそのコピーで消えてしまう可能性がありますのでもうこれは絶対やめてくださいねもうルール上もダメですし実際にコピーで消えてしまうということにもなりますので必ず消えないような万年筆ボールペンを用意してくださいで、プラスチック プラスチック製の消しゴム。これも必要になります。ただ消しゴムを落としてしまうと拾いに行くのが大変です。手を挙げて拾ってくださいということになりますので、鉛筆やボールペン、消しゴムも予備のものを用意して落ちてしまっても気にすることなく試験を受け続けることができるようにした方がいいと思います。では次ですね。今度は6番のところを見てください。もちろん。 不正の手段によって受けようとかいうことは認められませんしそれから指定時刻には注意してくださいということが書いてありますで、それからこちら六法や参考書などは使えませんあとは定規、付箋、筆記具入れ、メモ用紙これもですね使えませんし出すことができませんから気をつけておいてください特にあの例えばですねメモを定規を やりながら模擬テストを書いてますって方は本試験では使えませんので気をつけていただければと思います。ただ受験票が机の上に載っております。あのこれはハガキですね。ハガキハガキでまあ返されてきた受験票これをま机の上に携帯をしておかなければいけませんから。 それが実は定規代わりに使えますので、もしこう丁寧な線を引きながら問題文検討したいという方は、定規は使えませんが、受験の申請書、これは机上に出てますから、それを定規代わりに使うという方はおります。まあ、ただ、定規使わなくても、まあ試験問題の検討ができるようにはしておいた方がいいとは思います。あとは問題検討のため、問題用紙に限り、シャープペンシル、それからラインマーカー、 黒インク以外の万年筆ボールペンまたは色鉛筆の使用が認められますから例えば記述問題を解くときに蛍光ペンなんかでメモをしていくといったことができるかなということですねラインマーカーと書いてありますから。ということで回答はボールペン万年筆黒色を使わなければいけませんが問題文で例えば添付書類を検討するよとか時系列を検討するよって時に色を使ったり色鉛筆を使ったりすることができますので注意をしておいてください。 でそれからスマートフォンなどは使えません使えないどころか電源を切ってカバンの中にしまわなければいけないこれ音が鳴ってしまったりすると不正受験というふうにされる場合もありますので気をつけておいてください実際の本試験会場ではもう今切ってくださいとで確かめてカバンに入れてくださいって時間がありますから、まあ、その時間にきちんと入れるようにしておくもしえこの あの電源の切り方がわからないとかいうことであればじゃあ預かりますってことになって返してもらうのもなかなか時間かかったりするのであの電源の切り方なんかも確認をして切れるようにしてカバンの中に当日は入れられるようにしておいてください。でそれからここ気をつけておかなければいけないんですがあの試験時間中は受験票時計ストップウォッチ時計機能のものに限り 使えますというふうに書いてありますのであの携帯電話を、えー、携帯電話を時計代わりにしている方はきちんと時計だけの機能のものを用意しなければいけませんのでそこは忘れないようにしてください。で耳栓は使用することができませんから普段の当連や麦テストで耳栓なんかを使っている方は当日は使えませんので注意をしておいてください。あとは試験の段階で使用することができるものがこの辺りに書いてありますので。 目薬、点鼻薬とか、あるいはハンカチタオル、ポケットティッシュ、携帯用のです、ね、手や指の消毒液、それから膝掛け以外のもの、これはしまってくださいということになります。逆に言うと、今書いてあるものについては、使えるということですね。それからマスクなんかを使う方は、これ、事前に着用してくださいというふうに書いてあります。 であとはフェイスシールド、それから手袋で透明で音が出ないものに限るということでなかなか選択が難しいですがそういうものも使えますでこれはま感染症対策対策で始まったことになっておりますであとこのあたりは本当にいろいろ書いてありますので見ておいてくださいでそれから一つあの机の上に出すことが認められるものとしてこれですねキャップ付きのペットボトル飲料です。 これアルミ化のものは認められませんからペットボトルの飲料、まあ、500とか600ミリぐらいのものをですねお茶とか、えー、置いておいてそれを飲みながら水分補給しながら受験をすることができますですから普段からですね模擬テストなんかで何を飲みながら受験するのかということもふ、まあ、普段の模擬テストなんかから意識をしていただいた方がいいかなというふうに思いますただ あまりにも飲んでしまいますと今度トイレ行ったりすることにもなりますのでそのあたりのきちんと戦略これも模擬テストの段階で必ず確かめるようにしておいてください。で例えばコーヒー飲みながらが目が覚めていいのかそれとも何かこう栄養的なものがいいのか甘いものがいいのか普段からしっかり検討するようにしておいてください。でトイレにに行くときは あの勝手に行かないで黙って手を挙げて指示にに従ううとということになりますでそれからこちらですね新型コロナウイルスの感染症の対,対応についてはホームページに掲載するということなのでこれ例えばマスクをしながら受験しなければいけないのかそれとも,もう政府の今自己判断になりましたからマスクはいらないのかなどについての対策についてはこれからホームページで発表される予定のようです。 で去年については6月以降にですね法務省のホームページに載りました、まあ、今年はまあマスクがいらないということにもなるとは思いますけれどもそんな形についてもまだ分かりませんので必ず法務省のホームページの方に掲載されますでレックや私の個人的なツイッターなんかでもそのあたりはまたお話をしていきたい情報告知していきたいと思いますのでそのあたり、えー、まあアンテナを張っておいていただければというふうに思います とというところですかね、まあ、こういう形で受験をしてもらうといった形になります。でそれからですね、えー、とこちらですね口実、まあ、については、まあ、こちら参考にしてみてください。それから災害が発生した場合の対応といった形で書いてありますがこちら先ほどちょっとお話した通り受験申請した後に会場を変えることはできませんが災害が起こった場合についてこちら書いてあります。 災害等に伴う主要な交通機関の運休により受験地への移動が著しく困難となることが見込まられる場合は受験者からの申し出により受験地変更を認める取り扱いとする場合があります。これが例外です。ですからまあ台風が来たりとかそういうことで実際にまあなかなかですね現地に行くことが難しいということがあり得ます。で、その場合には ここですね申し出これをしてください申しし出をして受験地変更を認める取扱いということがされる場合がありますのでこの辺りもまあこのような扱いがあるよってことは知っておいていただければというふうに思います。でその扱いも含めてじゃあ実際に災害が起こったよって時にはこちら法務省の方でその対応について発表しますからそれに従って例えば今やったら申し出なんかをすることになります。 ああるるいいは受験自体を延期すすという場合もあり得ますですからその情報についてはホームページあるいは法務省のツイッター民事局のツイッターこの辺りで法務省の方から発表されますから必ずその情報ですね仕入れていただいてそれに従って行動してもらうといった形になりますツイッターなんかやってる方はですから法務省や 法務省の民事局のツイッターなんかもフォローしておくといいかなと思いますしそうでない方もホームページを見ていただければいいかと思いますもちろんレックなんかでもこの辺りの情報をきちんと精査してお伝えしていく予定ではありますで、その後こちら法令の適用日というふうに書いてありますが司法書士の試験は例年通り4月1日に施行されている法律で出題されますで、同日が 施行日とされているものを含むというふうに書いてありますで、今年は令和五年の四月一日に民法や不動産統計法の改正が施行されますがそれも改正法で出題される形になりますですからその改正法の対策もしっかり立てておいていただければというふうに思いますよろしいでしょうかまあこのような形で受験案内についてお話をしていきました初めての受験ということで不安なこともたくさんあると思います まずはしっかりこの受験案内書大事な部分については今お話をしましたが必ず法務局やレックの窓口各校舎の窓口なんかで入手していただいて確認をしておいてください。しっっかりルールーを確認すするることとによって不安が軽減されると思いますレックの方でもこれから直前期に向けて皆さんが安心して勉強できるように情報提供をしていきます。また 初めて受験する初学者向けの個別相談なんかも実施していきますからぜひそちらも予約の上、えーまあ、相談いただければと思います皆さんの不安をできる限り解消できるようにいろんなあ相談に講師一同乗っていきたいと思いますからぜひご利用いただければというふうに思いますでこれから当連模擬テストなんかも続いいてくると思います、まあ、体調管理に気をつけていただいてこの「当蓮」や「模擬テスト」を本番と同じように受験して本番のシミュレーションにしてください 初めて受験する方は緊張して力が出ないということにもなりかね,なりかねませんのでレックの模擬テストなんかをちょっと遠い校舎が遠いって方も一度二度ぐらいは会場受験していただいて会場はこんな雰囲気なんだなっていうのを確かめてもらってくださいでそうすることによって、まあ、緊張が多少和らぐあこうやって受験すればいいんだなっていうふうに分かるかなと思います、まあ、これから直前期大変になると思います 我々も精一杯サポートしていきたいと思います情報も提供していきたいと思いますまあ、これから初めて受験する方に向けての動画もこれからどんどん出していきますので不安解消に使っていただけたばと思いますでは直前期頑張ってくださいね本試験で成功できるようにこの時期しっかり頑張ってくださいこの時期どんだけ勉強したかで合否が分かれていきます応援しております